みんな下がって。こいつがここの親玉かな。ひよりちゃん、みよちゃん、大丈夫？うん、準備はできてるよ。ひより、心配しないで。お姉ちゃん、私なら大丈夫だから。私たちもついてるしね。行くよ、みんな。強敵だよ、気をつけて。準備よし。いつでもやれます。はっ、攻め時だね。力も思いの力見せてあげる。この力でみんなを守る。攻め時だね。仕掛けます。次はどうしよう。よし、やるよ。準備よし。攻め時だね。行きましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？よし、いつでも行ける。大丈夫ですか？攻め時だね。リフレクターの力を今ここに。リフレクターの力を今ここに。いつでもやれます。よし、いつでもいける。はっ、よし、やるよ。行くよ。いつでもやれます。準備よし。いつでもやれます。攻め時だね。よし、いつでも行ける。はっ、攻め時だね。攻め時だね。よし、やるよ。リフレクターの力なんだね。ここ、私たちはやっぱり諦めきれなくて、もう一度お母さんのところに行ったんだ。なんで会いたくないのか、その理由を聞かないと納得なんてできなかったから。だから直接会って聞いた。そして私たちはお母さんの本当の思いを知った。私なんかが母親のせいで二人に悲しい思いばかりさせて、団地でも肩身の狭い思いをさせてしまって、二人のために何もしてやれない自分が情けなくて、これ以上あなたたちを不幸にさせるわけにはいかないって思った。
私がいてもあなたたちを不幸にする。だからもう関わらないで。あなたたちはあなたたちの人生を歩んで。お母さん、私たちはお母さんの気持ちに気づけなかった。お母さんも私たちの気持ちに気づいてくれなかった。いつか私とお姉ちゃんで誕生日ケーキを作ったことがあったんだ。その時お母さんは私たちに謝ったの。心配をかけてごめん、ダメなお母さんでごめんって。でも違ったんだ。私たちが欲しかったのはごめんなさいじゃない、ありがとうって。そう言ってくれるだけでよかった。お母さんが作ってくれたカレーを食べて一緒にいられるだけで私たちは幸せだったから。だからお母さんも負い目なんて感じないで。お母さんが辛い時は私たちが支えるからって。私たちはようやくお母さんに思いを伝えることができた。あ、これフラグメント、二人の思いの結晶だよ。さあ手を伸ばすのです。日和、ミオ、ごめん。お母さん、もうそれはなしにしよう。そうね、そうだった。私の悪い癖だ。ありがとう、こんな母親をいつまでも愛してくれて。私たちのやってきたことは間違ってなかったのかな。うん、きっとそう。ちゃんとお話しして向き合って、答えを出せばきっと分かり合える。みんな